松原から来ました有機屋年若でございまして、ちょうど50年になるんですよ私。びっくりするやん、暗い年や。この着物な、もう20年からなると思います。この総武正吉ちゃんのこの矢裏のこの師匠の総武正英さん、この後登場なさいますけれども、そのお母ちゃんに当時作っていただいた着物でございます。やっぱりええ着物はで着ててもな、丈夫で着れます。そういうことで今日は着せてもらいました。一生懸命伺いますんで、踊り子さんどうぞよろしゅうにお頼もします。関根金次郎
までに強いのか、どれほど手強いやつなのか、一度は対戦したいもの、思う気持ちが通じたのか、ここも大阪旅館の奥座敷で初めて対戦さ、愛も愛も変わらず、やたけた勝利というやつで、あの手この手と攻めたけど、そこは関根禁じろ、ものの見事に打ち負かす、将棋の怖さ奥深さ、初めて知ったるさ、京都言わずに今これよりも将棋の鬼と化したなら、将棋81の奥にらめると、あの出てきたなら、バラの手を使う、あの手この手の行く瞬間、一年がかりが早いの、知らねえけどな、これきっとシェイネアンの手紙に違いないわ。金中寺の旅あるシェイネハンはシェイネ金次郎や、王さんとか金中寺分かったにすまんけど、たまえちょっと呼んで聞かして、ふおおしらもう嬉しくなった、見つけ医療坂田さん、関東に知恵の将棋さし、全部集めて将棋大会開かれます、大阪代表ということで、近畿代表ということで、お越しください、坂田さん、ハロー、待ちしてます、この出来ね、その酔いとこさ、その酔いやさ、今は病に伏し、女房小春のやせ、これが一つかけ、あげて、よかったなんだ、嬉しい待ってた関根藩からの手紙、力いっぱい精いっぱい頑張っといで、差し出す手を握りしめて、小春にとれや今度こそ、関根金次郎任そう、決意も新たな
三吉なレンゲだ人の命と空ゆく雲がどこで散るやれ果てるねこれが今日が小春の見納めに誰とも知らず三吉なと
知るね。これほど切ないものなら、今日の喜び、今日の幸せ、人間へ、お前と二人、ただ二人、登り険しい山、必死の思い出登り見てんげ、やっと手にした喜びなら、やっと掴んだ喜びなら、見ていてくれ、待っててくれと願う。ようこそ。お付き合いくださいまして、泣き転んで申し上げてと、それでは皆様ごきげんよう。素晴らしいサイトに盛大な拍手をお願い申し上げます。はい、お気に入り。